スコットエアウェイズのドルニエ328ドルニエ328はドイツのドルニエ社で開発されたターボプロップ総発旅客機である。フェアチャイルドドルニエドゥ328とも呼ばれる。32名の乗客を乗せることができる地域コミューター機である。生産はドイツで行われたが、欧州よりもアメリカ合衆国や中華、人民共和国で多く就航している。 1991年に初飛行し、1993年に路線就航した。1996年からフェアチャイルド・ドルニエが生産を引き継ぎ、全部で107機が生産された。アメリカ空軍の空軍特殊作戦コマンドでも C-146 の名称で運用されている。アダックの DU328 から 300DU328 には Z 化した。 ドゥ 328JET もある。この機体は、主翼の設計をほとんど変更せずに、エンジンだけを換装したもので、機体の印象はほとんど変わらない。ドルニエ328の機体を大型化した、後継機 428JET、および 528JET は、強豪機に比べて性能が劣り受注が見込めない、ことから、2000年に開発中よされた。その後、 70人乗りクラスのローカル路線向けドルニエ728シリーズのジェット旅客機の開発を進めており、実際に機体も完成していた上に、ルフトハンザから発注も受けていたが、2003年にメーカーが経営破綻したため、現在は生産されていない。ありがとうございます。